これはとある旅館内で繰り広げられた光景でした。宴会場は大変にぎわっており、その中には日本人ではない外国人の娘と父親がいます。そして突然その少女が泣き出しました。少女に近づく数名の女性たち、そして彼女たちが少女に向かって何やら話しかけると、少女はさらに泣き崩れてしまったのでした。この少女に一体何が起こったというのでしょうか。これから詳しく見ていくことにしましょう。ぜひ最後までご覧ください。皆さんこんにちは。私の名前はエミリー・モーガン、14歳です。アメリカのコロラド州デンバー出身ですが、現在は日本での新しい生活を始めています。それも早10ヶ月が経ち、時間の流れを感じます。私の人生はとある悪夢をきっかけに、それまでとは180度色を変えてしまいました。その悪夢とは、幼い頃に我が家を襲った火事でした。家族が寝静まった真夜中に、突然炎が家を包み込み、寝ていた私は顔や腕に深刻な火傷を負いました。この火傷の跡が今も私の肌にいびつに残っており、それは肉体のみならず私の心にまで、大きな影響を与えていることをご説明しなければなりませんね。毎朝鏡を見るたびに、私はこの後に目が行って一日を憂鬱な気持ちでスタートさせます。そんなものですから、毎日が悲しみと孤独感に苛まれてしまうのです。外見に深いコンプレックスを抱くのは、至極当然のことと言えます。孤独感とはどういうことかって。簡単な話です。この外見は周りからもキーの目で見られるのです。また、私の家族についてもお話ししておきましょう。父もその火事で私のことを助けてくれた際、火傷を負ってしまいました。顔や腕、そして背中にも跡が残り、父もまたその影響で苦しんでいます。そして最も大きな存在であった母をこの時火事で亡くしたのでした。母は一酸化炭素中毒で亡くなり、私たち家族に大きな絶望が襲いました。その日以来、家の中には母の笑顔がなく、父と私は失ったものの大きさに圧倒される日々を送っています。父は強い悲しみを内に秘め、私にはそれを見せませんが、父の目には誰の目から見ても明らかな喪失感が浮かんでいました。私たちの家庭はこの火事によって一変しました。以前までの母の愛情に満ちた温かい家庭は鳴りを潜め、今では静寂と悲しみだけがある場所でした。私たちは母のいない生活に慣れることができず、毎日が戦いのようです。私たちの心にも、やけどの跡のような消えない傷が確かに残されていったのでした。毎日、あの日をもう一度やり直せたら、あの日、せめて母だけでも救うことができたらと、考えずにはいられません。私たちは日々の希望を完全に失い、癒えない傷と常に向き合い続けることを余儀なくされています。母がもしも今の私たちを見守ってくれているなら、きっとこの傷を乗り越えて早く幸せになることを望んでいることでしょう。しかし、その道は長く険しいものです。学校での生活は、私に嫌でもあの日の火事を痛々しく思い出させてきます。私の顔や腕に残る火傷の跡を見たクラスメートは、私のことを避け始めました。私の外見を忌避し、何人かの生徒は私に対してとても冷たく当たってきます。気持ち悪い、近寄るなと言われることは珍しいことではありません。彼らの言葉や行動は私の心に深い傷を残し、私の自尊心を打ち砕きました。学校で私は常に孤立しており、昼休みには他の子供たちが集まって楽しそうに話している中、私は一人で過ごすことが多かったです。私が近づこうとすると、彼らは遠ざかっていき、そのため私は友達を作ることができず、常に孤独を感じていたのです。授業中ですら、私の周りには誰も近寄らずに空席となっており、私は孤立感をより強く感じさせられました。このような学校生活が続いたため、私は学校に行く気力すらも完全に見失ってしまいました。朝が起きられなくなり、さらには家からも出られなくなりました。家にいることが唯一の安心できる環境であり、家なら誰にもじろじろと好奇の目にさらされることもありません。クラスメートからいじめられることもありませんしね。しかし、
そのような扱いは何も学校だけに限った話ではありませんでした。近所の人たちも私や父を遠巻きから眺めて、なんやらこそこそと噂話を広めているようです。あの家は悪魔に寄りつかれたんだ。だから母親は死に、他の家族もあの有様だ。こんなことを真剣に話し合っている彼らを見ても、私には笑う気力すら残されていません。それどころか、自分もそのうち彼らの言う噂が真実のように思えてくる始末でした。このように、やけどの後は私の学校生活や社会生活に大きな影響を与え、孤独感と孤立は私の日常を支配するようになりました。私は自分の居場所を完全に見失ったのです。父と私の間には母を失った悲しみという深い共通点があり、この悲しみは私たちの人生を根底から揺さぶり、毎日生きることの意味を問い直すようにさせました。時にこの喪失感が私たちに一緒に人生を終わらせてしまおうという考えに駆り立てたこともありました。そんな中、私たちはお互いの存在がどれほど大きな支えになっているかを少しずつ理解するようになりました。はじめは父も妻を失った悲しみとともに、私との衝突にも頭を悩ませていました。私は普通の女の子のようにショッピングに行ったり、友達と楽しく遊んだりすることを願っている時期もありました。しかし、そんな私の要望がまかり通るわけもなく、それに腹立たしさを覚えた私は父にひどく八つ当たりをしてしまったことがありました。私が自身の感情をコントロールできていなかったばかりに、父に怒りの矛先を向けてしまったのです。これによって父にはさらに精神的な葛藤を強いてしまい、より彼を追い込んでしまいました。娘として情けなさでいっぱいです。しかし、父は涙ぐみながら、その度に私を許し、理解を示してくれました。こうして、私たちの間にはまた信頼が戻ってきたのです。父のおかげですね。閉じこもった私の生活において、唯一の楽しみは家の中でインターネットを通じて見る、日本のアニメや漫画でした。色鮮やかで魅力的なキャラクター、心を打つストーリーライン、そして独特の文化的要素が、もうすべてに絶望しきっていた私の心を引きつけたのです。たくさんのグッズを集めるほどになり、アニメと漫画の世界は私の孤独を和らげ、現実からの逃避先となります。すでにこれらは私の唯一の心の支えとなっていました。アニメや漫画を入り口として、私は日本への関心を深めていきました。興味はサブカルチャーだけにとどまらず、日本食や伝統的な文化、中でもとりわけ私の心を強烈に引きつけたのは温泉旅館でした。アニメや漫画には決まって日本の温泉文化が取り入れられていました。私の大好きな日本アニメに温泉旅行に行くエピソードがあった日は、私は自分の高鳴る胸の鼓動に振り回され続けました。そこで描かれている旅館の広いお風呂や美味しそうな食事を楽しそうに食べているシーンを見て、私も幸せな気分になり、これらを自分で体験したいという欲望が湧いてきました。ですが、すぐに私は現実の自分と直面して希望が絶望へと変わりました。私の顔や身体に残る火傷の跡、普通のホテルにさえ行ったことがない私です。自分は行きたい場所にただ訪れることすら叶わないのかと思うと、また胸がぎゅっと締め付けられ、私は気がつけば父に涙ながらにこの気持ちを訴えかけていました。父は最初、黙って私の感情の高ぶりが落ち着くまでずっと話を聞いてくれました。そして私が日本に行ってみたいという希望を持っていることを知ると、父は目に涙を浮かべていました。すでにどこにも行くことができないほど心を弱らせていた私から出た、日本に行ってみたいという思い。父はこのことに、とても驚き、同時に喜んでいるようでした。そして唐突に、エミリーが人を恐れず外出し、勇気を出して日本旅行に行くのもいいかもしれない、行ってみるか、と私にそう言ってくれたのでした。まさかそんな風に言ってくれるとは予想もしていませんでした。それから父は続けざまに、本当に人生を諦めるつもりなら、自分も生きる理由がないので諦める。だけどそれをする前に、本当に行きたかった場所に一度は行くべきだな。
と私に優しく言って、私たちは二人で泣き始めました。確かに、私もこのような人生を諦めた生活に終止符を打つ前に、私がしたかったことを、一度はやってみようと思えてきました。そう考え出した途端、私は体の奥底から大きな気力が湧き上がってきたことに気がつきます。同時に、日本の美しい風景をこの目で見たい。美味しい日本食をこの舌で味わいたい。そして何よりも、この足でかの地を踏みたいという思いが私の心を満たしていったのでした。この日、父と話した出来事は、私たちの人生を大きく変えるものとなりました。今こうして文章を書けているのも、その日のことがあったからというのは、言い過ぎではありません。こうして、私たちは日本への旅行を決意しました。この日本への旅は、ただの観光旅行ではなく、心の癒しと再生を求める旅となることを、私たちは予感していました。私たちは少しの日本語を勉強し、期待に胸を膨らませながら、新たな希望を見つけるための、旅路に着いたのでした。とはいえ、旅行当日のアメリカの空港で、私たちの胸中には再び不安が去来していました。私たちの火傷の跡が周囲の人々にどのように受け止められるのか、そしてまた同じように、避けられたり見下されたりするのではないかという恐れがあったためです。そのため、空港や街中では帽子やマスクで顔を隠し、できるだけ目立たないように行動しました。このようなスタートから始まった日本旅行でしたが、私たちの不安は早速日本での最初の食事で、大きく和らぎました。私たちはネットで調べた人気のラーメン店に入りました。そこでは個別に仕切られた席があり、他の人々と直接顔を合わせることがないように工夫されていました。帽子とマスクを外し、顔をさらけ出すことに少し躊躇しましたが、周囲の人々は、私たちの火傷の跡に全く気を止めていないようでした。日本人は私たちの外見よりも、私たちがそこにいること自体を受け入れてくれている。そのように感じられたのです。そしてこのラーメン店での食事は、感動的の一言につきました。熱いラーメンを口に運んだ時の、その繊細で深い味わいに、心を温かく解きほぐされたようでした。食事を通じて、私たちは日本の文化と人々の温かさを初めて実感し、日本での生活が、私たちにとってどれほど貴重なものになるかを感じ取ることができました。次に私たちは、一番の目的でもあった私の大好きなアニメの舞台、伊豆の港町へと向かいました。その場所は、美しい海と富士山の眺望で知られ、アニメで見た通りの息を呑むような、景色が広がっていました。アニメで見たままの光景に、私はしばらくその場から動けませんでした。そんな中、私たちは思いがけず一人の少女に声をかけられました。彼女の名前は彩香。私と同い年の英語が好きな日本人少女です。彼女も私と同じアニメのファンで、特に同じキャラクターがお気に入りでした。彩香もまた家族と共にこの地を訪れたらしく、目的も聖地巡りだと言います。彩香との出会いは、私にとって特別なもので、生まれて初めて心が通じ合える友達ができました。共通の趣味を持つ彼女とはたくさんの話で盛り上がり、私たちはお互いの好きなアニメのシーンや、キャラクターについて熱く語り合ううちに、時間が経つのを忘れるほどでした。彩香は私に英語を教えてほしいと言ってくれ、私たちはそのようなコミュニケーションを通じて、さらに親しくなりました。その様子に、近くで見守っていた父も柔らかな笑みを浮かべてくれていました。そして彩香は、宿泊場所も決めていなかった私たちに、彼女の家族が、宿泊する旅館に招待してくれました。私たちはこれに喜んで応じ、その旅館で宿泊することを決めました。父もまた、私の何もかも新鮮なこの日本での出会いに背中を押してくれたのです。この温泉旅館での体験は、私にとって一生忘れられないものとなりました。初めての温泉に入るとき、私は自分の火傷の跡を人々がどう見るかをとても心配し、10分は服を脱ぐのをためらうほどでした。しかし、旅館にいる人々は、誰も私の顔を気にする様子がなく、自然体で接してくれました。彩香の母もうなずきながら、大丈夫よと言い、私の不安は次第に和らいでいきました。
露天風呂での体験は特に印象深いもので、アニメのシーンを思い出しながら開放感あふれる風呂に浸り、周囲の自然の美しさに圧倒されました。夕食は畳の香りが広がる和風の宴会場で提供され、彩香の家族や他のお客さんたちと共に、私も父も楽しい時間を過ごしました。料理の一つ一つが繊細で美しく、その味は言葉にできないほど素晴らしかったです。私はその時、自分の目から大粒の涙があふれ出ているのにようやく気づきました。父も私の様子に、その目に涙を浮かべています。その後、近くにいた3人の中年女性のグループが私たちのところへ話しかけに来ました。彼女たちは口々に私を可愛いねと褒めてくれ、どこから来たの、いくつ、日本で行きたいところは、とたくさんの質問を浴びせてきました。これが不快だったわけではありません。しかし私は疑問に思ったのです。彼女たちは私の火傷の跡が気にならないのかと。私は自身の顔を指さしながら拙い日本語で彼女たちに問いかけました。すると彼女の中の一人が、気にしなくていいのよと柔らかな笑顔とともに私にそう言ってくれるのでした。私は感謝を伝え、こんな私たちを家族のように扱ってくれる日本人たちが、なんだか母親のように思えてきました。すると、あの日失った母のことが脳裏に浮かび、しかし同時に母の優しさも思い出されて、私はその場で泣き崩れてしまいました。彼女たちは、大変だったねと言いながら私の肩を抱き、彩香も私の手を握ってくれました。その様子に、彼女たちにはまるで私のここまでの人生を理解してくれているような、そしてそれを寄り添って守ってくれているような感覚があり、私はそのまままた涙を流し続けました。その後、泣き止んだ私はその女性たちと一緒にまた温泉に入り、楽しく交流しました。本当に時間を忘れてしまうようなひとときを過ごしました。私はこれまで感じたことのないような居心地の良さと受け入れられている感覚を覚え、この日本への旅行が私にとってただの旅行以上の意味を持ちました。私は新たな生きる希望を見つけられたのです。そして私の心を解きほぐしてくれただけでなく、この傷への希望もまた乱すことができました。私たちは彩香の父からこの国の先進的な医療技術と治療法についてを聞きました。もしかしたらこの火傷の跡も改善するかもしれないと、私たちは治療の決意を固めました。私の父もここまでで私が多くの希望と生きる活力を得たことを察してくれていました。治療のために私がこの日本という異国の地で新たな一歩を踏み出すことに背中を押してくれました。私と父はアメリカを離れ、日本に定住する決断をしました。私は火傷の治療を続けるため、勉学とともにアルバイトをして資金を貯めています。日本での生活はまだ慣れないこともたくさんあり、改めて文化の違いを実感する毎日です。しかし、あの頃のような惨めな思いをすることはこの日本ではもうありませんでした。また今は私のこの体験を SNS を通じていろいろな方に共有することで、私の新しいコミュニケーションの場ができたことも大きかったです。ここで SNS から寄せられたコメントを一部ご紹介させてください。エミリーの話は本当に心に響きました。彼女が苦難を力に変えたのは素晴らしい。どんな人生だとしても、みんなそれぞれ戦っているんだと気づかされますね。日本に移住した少女の話がこんなに感動的だとは思いませんでした。痛みから新しい文化で平和を見つけるまでの彼女の旅路は本当に刺激的。時には新しいスタートが必要だということを教えてくれます。エミリーがどうやって自分の傷跡を受け入れ、日本で新しい人生を始めたかに心を奪われました。逆境に負けず、新しい文化とコミュニティを受け入れる日本人の癒しの力は本当に美しいものです。エミリーの話を読んで目から鱗が落ちました。過去と向き合い、異国の地で前進する彼女の勇気は特別なものです。時には自分の快適ゾーンから一歩出ることで、驚くほどの成長があることを示していますね。いかがでしたでしょうか。エミリーの視点から、彼女の抱いていた深い絶望から新たな希望を生み出すまでをご覧いただきました。
彼女の新しい人生の門出が幸多からんことを願いつつ、そこに日本という国が大きく関わっていたことを誇りに感じながら終わりたいと思います。本日の動画は以上です。視聴者様からのコメントが動画制作の励みになっております。ぜひともご意見をお寄せくださいませ。ご視聴ありがとうございました。